ノビル系の後輩品種代表的なデンドロビウムのビル系とは、洋卵としての石穀属の植物の一群を指す名である。茎に沿って多数の花をつけるのが特徴で、かつてはデンドロビウムの主流であった。ノビル系という名前は原種であるデンドロビウムノビルディノビレに基づき、この群はこの原種及びその近縁種の後輩による品種全体を含む。 日本の石穀もこれらに禁煙で、この軍の後輩親としても使われている。特徴としては細長い偽球形の節ごとに、少数の花をつける。花はその年以前の茎に開花する。低温で、加賀を生じ、また比較的低温に強いため、日本の一般家庭でも栽培が可能である。かつては、デンドロビウムといえば、これを指した。デンドロビウムノビル多年生の着生植物で、 多紀性の卵化植物。ニセ球形は棒状、種類にもよるが、草丈は大きいもので60センチメートル程度になり、多数の節があって、節ごとに葉がつく。葉には長い幼少があり、茎を包んで、先端には幼芯がつく。幼芯はほぼ楕円形から、卵状楕円形、角質で平坦。花は前年に成長したニセ球形に咲くか。 二年前のものに、開花するのが普通である。ノビルは二年前のニセ休憩に咲かせるものであったが、石刻の系統は一年前のそれに開花する。家系は、短く、一つの家系あたりごく少数、せいぜい四輪程度の花をつけるのみである。その代わり、ニセ休憩の先端の型から、中ほどまで、時にはより下方の節にまで一面に花をつけるため、株全体が花で覆われたようになり、 美しい。花は、石穀族の標準的なもので、神弁は多少丸く広がる。花型の変異はあまり大きくない。伸びる系、デンドロビウム各種この類の品種改良では、日本は世界のトップレベルにある。当初はその品種改良はイギリスを中心に行われたが、未消繁殖が比較的容易であったこともあり、日本でも早くから改良が行われ、 一頃ころは欧米をしのぐ勢いがあったとも言う。この類で、最も基本的な原子は、蒸気のように、ノビルという種である。これを中心に、熱帯性の種を交配したものがこの類の主要な、部分をなす。ノビル以外の重要な原子としては、ディアウレウム、ディヒルデブランディ、ディワルディアウム、ディフィンドレヤンハムなどが挙げられる。日本の石穀無禁煙であり、交配親として利用され、 その系統のものはやや小型で体寒性に優れ、日本ではより栽培が容易である。化食は多様。原種であるノビルは白っぽい花弁の先端側から紫に色づき、新弁の中心の方が濃厚色に染まるというものなので、これに類する色彩が多く、ピンクや白、それに黄色などの色彩のものが作られている。赤花や青系はほとんどない。ノビルの原産地は、 インド北部からヒマラヤにかけての高地で、気温は高温時でも摂氏30度程度にしかならず、寒冷期には最低気温が摂氏10度以下に下がる。また、雨季と寒季がはっきりしている。この植物は雨季に成長し、寒季に休眠し、この時に加賀が分化する。したがって、開花させるには摂氏10度程度の低温にさらす必要がある。このように、溶欄としては、 体感性が高く、日本ではしっかりした音質がなくても家屋内に取り込むだけで幸いが可能であり、これが古くから普及してきた理由にもなっている。普通は春から夏にかけて成長、成熟し、秋から冬にかけての低温で加賀を生じて保温が十分であれば、冬に特別な保温設備がなければ、冬を越えて春に開花させる。 ただし、加賀文化の条件がはっきりしているため、これをうまく扱えない、あるいは肥料が多すぎるなどの場合には、加賀が分化せず、それらがすべて普通の羽目となり、いわゆる高めになってしまい、花を見られなくなる。大八地立の開花株用踊欄として栽培される。いわゆるデンドロビウムといえば、この系統のものが標準的なものと考えられ、古くから広く普及している。 趣味の栽培にも贈答用にも販売されている。ただ、蒸気のように、加賀文化の条件が厳しいため、開花株が流通するのは冬から春に限定され、それ以外の時期に花が販売されることはほとんどない。また、家計がごく短いため、切り花には向かず、鉢花としての販売が主流である。その点、デンファレ系が家計が長くて、切り花としても多く出回り、 加賀文化の文化の条件が厳しくないために年間を通じて販売されている状況とは対照的となっている。講座加変 P70 塚本ほか、P111、P114 ガーデンライフ別冊、P158 石田、P98 講座加変 P70、ありがとうございます。